俳優伊藤沙莉が主演を務める連続テレビ小説虎に翼が集う前8時 NHK 総合土曜日は1週間の振り返り月金前7時30分 NHKBS BS プレミアム 4K が新たにスタート。今回は主要キャストの一人で中野太賀が演じる佐田悠さんを紹介する。第110作目の連続テレビ小説となる本作は、日本初の女性弁護士で後に裁判官となった女性を俳優伊藤沙莉が演じ、彼女とその仲間たちが困難な時代に道なき道を切り開き、迷える子供や追い詰められた女性たちを救っていく。日本史上初めて放送の世界に飛び込んだ三淵嘉子さんの実話に基づくリーガルエンターテインメントとなっている。中野太賀が演じる佐田悠さんは猪爪家に下宿している書生。早くに両親を亡くし、弁護士だった父に憧れて大学に通うが、高等試験現在の司法試験にはなかなか合格できない。昼は銀行で働き、夜は大学で勉学に励む。